鉄道車両の変遷はとても早いものです。この JR 新宿駅でも、5年前とは来る車両が全然違っています。山手線側には E235 系0番台。今の山手線の車両は全部これです。では、置き換えられた側の車両はどこにいるかと言いますと。いました。こちら総武線 E231 系500番台。転職前は山手線をぐるぐる走ってました。今は三鷹と千葉を結ぶ総武線を東西に往復する人生ですが、総武線には山手線と並走する区間がちょっとだけあります。今日はその区間で乗車して、ありし日の山手線を思い出してみましょう。早速乗り込んでいきましょう。E231 系500番台は総武線転属の時でも車内に大規模な改造は施されていません。ロングシートもそのままです。硬さもモケットも同じ。化粧板の類が一切ないドアも同じです。4対3のディスプレイも同じです。2002年の車両のものなので、どうしても画質が悪いです。前置きが長くなってしまいましたが、そろそろ発車ですね。では、楽しみましょう。新宿で乗って代々木で降りる、思い出回送乗車はここまでです。短いですね。山手線と似たホームドアも、総武線にちょっとずつ導入されていってますね。E231 系500番台は2002年デビュー、2020年山手線を引退、2014年から総武線での運転を開始しましたが、総武線ではいつまで走り続けてくれるでしょうね。新宿代々木では後輩の E235 系を見守って、秋葉原では数年前に並走した京浜東北線 E233 系と交差して、千葉では十数年前に並走した209系と並んで、E231 系500番台の時代を比較していくと、何かとドラマがあるものです。総武線 E231 系500番台に乗るときは、思いを馳せてみるといいかもしれませんね。E231 系500番台が山手線から引退したとき、鉄道ファンはもちろん、そうでない人にとっても話題になりました。これからも愛される車両であってもらいたいですね。それではご視聴ありがとうございました。